和田万吉和田万吉昭和9年11月21日は、明治から昭和にかけての国文学者、図書館学者、書子学者、今沢次回と並んで、日本に本格的な図書館学を導入した人物として知られている。美濃国大垣出身。大垣藩士、和田ための子として、大垣城城下町の東町,町に生まれる。明治23年に、 東京帝国大学国文化を卒業して、大学初期となり、図書館管理となる。明治25年から4年間は学習院教授を兼ねる。明治29年に東京帝国大学助教授兼付属図書館司書館となり、翌明治30年に図書館長に昇進して、以後27年間にわたって館長を務めた。明治43年に欧米に留学して、 図書館事情などを研究して帰国。帰国後日本で最初の図書館学の講義を担当し、日本文庫協会や文部省図書館員教習所の創設などにも携わり、今沢次回と並んで日本の図書館学の先駆者として高く評価されている。大正7年には教授に昇進し、大正9年には文学博士を授与された。また、 国文学の分野においても古半本など、出版史関係の研究や近世文学書籍の本文工程などに実績を残し、特に洋曲や極定馬金関係の研究で知られた。だが、大正12年の関東大震災で、東京帝国大学附属図書館は、消失、貴重な蔵書を多数失った責任を問われた和田は、翌年辞任を余儀なくされる。退官後は、 厚生大学や東洋大学などの講師を務めた。ありがとうございます。